デニス・ユルチェンコ、ウクライナ語、ローマ字、デニス・サージオビッチ・ユルトシェンコ、1978年1月27日イは、ウクライナの陸上競技選手。棒高跳びを専門とする選手で、2008年北京オリンピックの銅メダリストである、ドネツィク出身。ユルチェンコは、2000年に棒高跳びで、 長らく世界に君臨していたセルゲイブブカを下し、ウクライナチャンピオンとなり、ブブカと共にシドニーオリンピックに出場した。しかし、シドニーでは競技中に怪我をしてしまい、病院に搬送されてしまう。結果は5メートル40で予選を突破することができなかった。2002年のヨーロッパ選手権、2003年の世界選手権は共に6位に終わってしまうが、2004年の 世界室内陸上では、銅メダルを獲得。同年夏には二度目のオリンピックとなる、アテネオリンピックに出場。決勝に進出したものの9位に終わっている。2005年のヨーロッパ室内陸上では、自身のベスト記録5メートル85を出し、ロシアのイゴールパブロフに次いで銀メダル。しかし、夏に、ヘルシンキで開催された、世界選手権では、 予選で5メートル45しか飛べず予選落ちとなった。また、2007年の大阪で開催された世界選手権でも5メートル66を飛んだものの12位と順位は振るわなかった。2008年は7月3日に屋外での自己ベストとなる5メートル83を記録し2度目のウクライナチャンピオンに輝く。8月22日に行われた北京オリンピックの決勝では 5メートル70を1回で成功したが、怪我のためその後の試技をすべてパス、5メートル70をクリアした選手は他にも3選手いたが、3選手とも1回目の試技を失敗していたことから、ユルチェンコは銅メダルとなった。しかし、2016年オリンピックとなるアテネオリンピックに出場。決勝に進出したものの9位に終わっている。 2005年のヨーロッパ室内陸上では、自身のベスト記録5メートル85を出し、ロシアのイゴールパブロフに次いで銀メダル。しかし、夏に、ヘルシンキで開催された、世界選手権では、予選で5メートル45しか飛べず予選落ちとなった。また、2007年の大阪で開催された、世界選手権でも5メートル66を飛んだものの、12位と、順位は振るわなかった。 2008年は7月3日に屋外での自己ベストとなる5メートル83を記録し2度目のウクライナチャンピオンに輝く8月22日に行われた北京オリンピックの決勝では5メートル70を1回で成功したが怪我のためその後の試技をすべてパス5メートル70をクリアした選手は他にも3選手いたが 三選手とも一回目の試技を失敗していたことから、ユルチェンコは銅メダルとなった。しかし、2016年11月、北京オリンピックのドーピング検査に使用された、検体から禁止薬物が検出されたため、同大会で獲得した銅メダルを剥奪された。ありがとうございます。